はい。吉田隆の教え方チャンネルですえ。今日は1年生の国語、いろいろな船、乗り物カードを作ろうについてお話しします。はい。いろいろな船という説明文教材ですよね。えー、取り上げている事例は、客船、フェリーボート、漁船、消防艇の4つですね、えー。この4つに対して共通した問いの文があります。ちょっとわかりにくいんですけどもね、一番表紙のところに、いろいろな船と書いてある表紙のところの端っこにですね、 左端に船にはどんな役目があるのでしょうかと書いてありますね。この役目を見つけていくというのが課題になるかと思います。はいえー、それでですね、まずね、十分に音読をして、えー、もう覚えるぐらい読,ませ読み込ませるといいと思いますね。えー、最初はね、1つ目の客船ですね。まだ段落番号なんていうのはね、 わからないいと思まますので、えー、まずね写真を見て、ですねこのお船は何と言いますかということで、客船とで、ノートに1と書いて、客船と書かせたいですよね、えー、それで客船の役目は何ですかと、こ役目というふうに書いてないんですよね、えー、客船はたくさんの人を運ぶための船です、ここを抜いてこれるかということなんですよね。 でえー、もちろんね、えー、すぐ抜いてこれる子もいると思うんですけども、そうじゃない子もいると思いますね。で、えー、役目は何ですかと聞いて、ここを抜いてきた、ね、子どもたちを褒めてですね、えー、そうだね、たくさんの人を運ぶことだねと、そして、えー、ノートに、役目とたくさんの人を運ぶというふうにして、えーねえー、また書きます。 1>, えまあ1年生ね、もう文字は書けるようになってますので、ノートにこうやって書いていくっていう練習をさせるのに一番いいところだと思いますね。えー、これはですね、私はあのいわゆるワクシート類は使わない方がいいと思いますね。ノートに整理をしていくっていういいね練習の場になると思います。えー、次なんですね、実はこの教科書のね、教材文の最後の方に、作り作りという言い方をしているのでね。 えー、作りはどうなってますかと聞きたいんですけどもこれは子どもたちにとっては分かりませんのでねこのお船の中にはどんなものがありますかって聞きましょう、えー、そうすると船の中には客室や食堂がありますですかかららそこから客室 食堂だけ抜き取って、客室、食堂があると。こういうふうに書きますね。こういうふうにね、中に何があるのかということを作りと言います。ここで作りという言葉を教えたいですよね。はい。 でそのね、客室や食堂では何をしますかということで、することと書いて、何をしますかって聞いてるんですから、客室で休んだり、食堂で食事をしたりする、ここの部分を短く抜いて、休んだり、食事したりすると、こういうふうにまとめると。最初のこの客船がお手本になりますのでね、客船を使って、こんな風にね、 役目、作り、することというふうにして、ノートにまとめさせていきます。はい、続いてフェリーボートに行きますね。また写真を見て、このお船何と言いますかということで、フェリーボートと。えー、役目は何ですかと、ね、役目が書いてあるところ、線を引きなさいというふうに子供たちに書かせい聞いて、えーね、客船で勉強してますからね、これは多くの子たちできると思うんですよね。えー、たくさんの人と自動車を一緒に運ぶ、ね、のが役目ですと。 えーですからまた、人と自動車を一緒に運ぶと、こういうふうにまとめていきます。えー、続いて、作りはどうなってますかと、これは2回目ですのでね、えー、できると思います。作りというのはね、お船の中がどうなっているかというところですよというふうに聞けば、えー、客室や車を止めておくところがあると、ここ抜けると思いますね。はい、で、次、そこで何をしますかということで、車を入れて休むと。 えこんな風にしてね、同じパターンが客船とフェリーボートで繰り返すことができますね。教,教師の発した問い、まあ、この説明文の問いですね、問いに対する答えの部分をノートにこうやってまとめていくということをさしていきたいと思います。えー、次にね、漁船と消防艇なんですけどもね、これは客船やフェリーボートとちょっと書き方が違うんですよね。 え作りじゃなくて、積んでいるものなんですよね。ここのところを意識してまたまとめさせていきたいと思いますね。また、写真のお船、何と言いますかと。漁船と。これ書きますよね。役目は何ですかはい。もうこれで3回目ですのでね、えー、子どもたちできると思います。えー、魚を取るということですね。こういうふうに短く答える練習もさせていきたいですよね。次にですね、積んでいるものは何ですかと。 はいこれは魚の群れを見つける機械や網と積んでいるものという問いを、ね、出していくことが大事だと思いますね。はいそれで何をしますかということで魚を取るとこんなふうに、ね、短くまとめていくというふうに練習します。はい次、消防艇ですね。はいまた写真は何ですかと消防艇と。役目は何ですか 船の舵を消すと。できるだけ短く、子供によってはね、全部読む子がいると思うんですけどね、短く答える練習をここで私ならさしたいと思いますね。積んでいるものは何ですか、えー、ポンプやホースですね。そしてすることは何ですか水や薬をかけて火を消すと、えー。こんなふうにですね、えーまあ、どんな役目があるのかということが、まあ、 この説明文の問いの文になっているんですけども、作りだとか積んでいるもの、それで何をするのかというところまで整理していくとで、ノートを使ってこんな風に整理していきたいなと、私ならこうやっていくかなというふうに思います。はいえー、続いて乗り物カードを作ろうということなんですけどもね、えー、まあこういう、ね、消防車とかパトカーとか,とかブルドーザーとかパワーショベルという絵本が、ね、いっぱいあるんですよね。 私が勤務してた学校にもあります。こういうものをまず揃えておく必要があるんですけども、問題はカードを作るということなんですよね。でこの場合は、ですねそこにあるようなカードを作っておいてあげ,あげた方がやりやすいかなと思いますね。というのは絵を描くからですよねで。どうやって指導していくかということなんですけどもね、まずね、乗り物カードのお手本を読みます。ダンプカーね。 ダンプカーはたたくさんのの土や砂を運ぶための車ですこの車には大きな荷台があります。荷台を傾けて砂を下ろしますと。とこんな風にしてね3つの段落で文章を作っていくんだということは指導者側は意識して子どもにはねこれとそっくりにね真似をして文を作るんだよというふうに言ってですねここでですねいきなりね、えー、好きな乗り物って選ばせるとうまくいきません。もう私はですね 教師がね何か一つ、えー、選んだものでねまず一度全員が同じものを作るということをお勧めしたいと思いますね、えー、私ならね、えー、救急車で作るかなという感じですねはいで、えー、これはですね救急車の絵本を用意するんですけどもれたくさん書いてありすぎるんですよね、えー、ですから救急車のを ね、先ほどやった役目は何ですかって子どもたちに聞いてね、まあ、怪我をした人かとか病人を運ぶための車ですと、これはねそういうことを子供たちに口頭で言わせましょう、はいえー。救急車はそのためにどんな作りになってますかと聞きますね。 これはまあ救急車見たことある子、テレビなんかでいると思いますよね中にベッドがあるといったらね、救急車の中にはベッドがありますこういうふうに来ますよね。で、そのベッドでどうするのって言ったらね、あの病気だとか怪我をした人を乗せて運びますこういうふうになりますね。こういうふうに口頭で一度聞き取って、救急車カードを作りましょう。その体験が非常にこれからやっていくときに生きてきます。で、次はですね、 これ1つ作ったら、ですねあとは、ね、いろいろな車について、子どもたちにカードを作らせていくと、できる子にはどん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 作らせていけばいいと思います。まずね重要なのは、一度教師と一緒に1つ作ってみるということですよね、これをしてからああやると、たくさん書ける子、たくさん書けると思います。あの YouTube 動画とは別に、吉田隆チャンネルというホームページを運営しています。毎月行っているセミナーの案内、教科、単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますので、ぜひご登録をお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。